島の女は1920年の日本映画、松竹映画第一号として知られる。島の娘とする資料もある。劇作家、山崎志向の原作を木村金華が脚本にして作られ、松竹蒲田撮影所で作られた作品第一作となった。三巻物と呼ばれる30分程度の作品だった。企画の木村金華、撮影、ヘンリー。 オタリの共同演出と言われるが、小畜70年史には、大谷武次郎社長が、何でもいいから、アメリカ流に一本作るよう、ヘンリーオタリに言いつけた。ヘンリーはカメラマンだが、編集のことも、演出のことも、本場仕込みだからできないことはない。某州富浦の海岸へロケーションして、松の枝にカメラを縛り付けた、俯瞰撮影などをやりながら、短いメロドラマを一本取り上げた。 それが世に出た松竹記念魔創立披露第一回作品となった大正9年11月1日、ヘンリー・オタリの作った島の女が山田工作式の大公共楽団の演奏とともに歌舞伎座に公開されたと書かれており、ヘンリー・オタリが映画先進国アメリカ帰りのカメラマンの異性を買って実質的にはヘンリー・オタリの単独演出と見られる。原作は 熱海海岸が舞台であるが、資産家の河名正吉郎の協力により、前述のように千葉県の富津海岸でロケを行い、また、大谷社長が陣頭指揮にあたり、ヘンリー、オタリの仕事も早く2日間、あるいは3日間で取り終えたと言われる。1920年11月1日、島の女は山田工作指揮の40数名からなる公共楽団の演奏とともに、 歌舞伎座にて公開された。閉映は、ヘンリー・オタリがアメリカから来日の時持参してきた、実写フィルム、ラフの学業図で、松竹キネーマ特派員米国見上げ、ヘンリー・オタリ撮影の実写とあった。島の女の評価であるが、シネマがやってきた。日本映画ことはじめという文献には、歌舞伎座は大入りで大成功。 日本映画は現像、焼き付けの村で、ガチョウが揃わず、暗くなったり、煽ったり、縦章がいく筋現れても、当たり前だったのが、外国映画のように綺麗で、海がよく映り、俳優の表情がとても細部まで描かれていた、人物のアップに、観客の笑い声が起こった一方で、日本映画でも、こんなにツヤのある美しいガチョウの映画が、作れるのだという期待で、ヘンリー、 オタリの撮った画面が眩しく映った。それはまさに技術面での日本映画の革新であった、などと書かれているが、人物、小畜映画しかまたの時代では公開はしたものの、観客の失笑を買うほどの失敗作であった。急いで作ったから、やたらとカットバックが多く、さすがのヘンリー、オタリの編集もうまくいかない上に、画像が不鮮明で何かうごめいているだけで、 人物の顔など見えないカットがいくつもあったなどと書かれている。島の女は歌舞伎座での特別上映のみのため、一般に出回った実質的な第一回作品は、次のヘンリー、小谷監督、伊藤大輔脚本の申請が最初のものとなる。村に住む若者、掃除と海の向こうの小島に住むお漁は、親密な関係にある。 胸つは、松の木陰で火を焚くのをお寮が島から村へ渡ってくる、合図とした。しかし、大嵐の夜それに嫉妬した村の女が火を焚く。それを見たお寮は海を泳いで渡ろうとするが、溺死してしまう。胸つはそれを知り、村の女を殺し、自らも自殺する。ありがとうございます。